レックスジがダンス動画を公開。こんなに上手くなるもんなの。メンバーの成長っぷりがすごすぎる。ダンス動画のリアクションとストレイキッズのダンスカバー、もやけん、セイタユウのケミも抜群だったけんと、ミラクルの MV リアクションまで、今回はネクスジのコンテンツを振り返っていきたいと思います。ニジプロジェクト2から誕生したボーイズグループ、ネクスジ。ニジプロ2は推し学でもずっと追いかけてきましたが、なんせビジュも実力もレベルが高いんですわ。ダンスボーカル総合力1、トモヤ。常に進化し続けた切実な努力家、ユウ。実力はトップクラス。笑顔が魅力的な頼れる最年少ライン、ユウヒ。可愛らしい姿と美しい高音ボイスが魅力、ユウキ。圧倒的なカリスマ性、ハル。唯一の地域予選保留からの快進撃、虹の奇跡、ケン。メンバーからの信頼はピカイチ。優れた表現力が魅力のセイタ。みんなビジュどういうことやねん。ニジプロ2のレポはリアルタイムで追いかけてきたので、ぜひ過去のコンテンツも覗いてみてください。現在本格デビューに向けて絶賛準備中のネクスジですが、24日20時ネクスジの公式 YouTube チャンネルにダンスパフォーマンスビデオが公開。アップされたのはネクスアーカイブカースティンクオレオグラフィドロップビートファットマンスクープと題されたダンスパフォーマンスビデオ。今回のパフォーマンスビデオには振付師として韓国で社会現象となったダンスサバイバル番組の準優勝クルーのメンバーであり、ジャスティン・ビーバーの MV 出演経験やリアーナのバックダンサーを務めるなど、今世界で一番ホットなダンサーカースティンが参加。ネクスジのメンバー、もちろんニジプロ2もすごかったし、プレデビュー曲のダンスもキレッキレでかっこよかったけど、パワフルで癖の強いダンスと難易度の高いブレイクダンスで実力を見せつけに来やがったぜ。ちょっと動体視力が追いつかないので、スローでメンバー一人一人味わっていきましょう。まずユウキくんがキラッキラの笑顔で参上。次のエッタレダレと思って後々気づいたけど、これケンだったの。ケンがまた進化しとるやんけーの衝撃。ハイトミヤスユウさすがです。ダンスブレイクかましてくれちゃってます。ユウヒ、どんなジャンルもこなすカメレオンの最強マンね。が次にバトンタッチしたのが我らの友や。ヘッドバンドかっこよすぎ。セイタはすぐわかった。やっぱり顔の彫りの深さとか唯一無二の存在、美しいわ。はあ、ハル。ハルが出てきた時のオーラはやっぱりカリスマ。ハルの膝スライディングからのユウの手にぐるぐる、なんかいいんですけど。で、待って、ニジプロの子たちだよね。すでに思考が追いついてない。韓国合宿行き再開で練習中自信なくて泣いちゃって、トモヤによしよしされてたケンさんで会ってますよね。日本合宿で素朴な田舎少年感が可愛らしくて、天使の歌声が天下のスリーラチャさんを魅了したユウキくんですよね。こんなバキバキダンス踊っちゃって、いや、遊びのセンターともやはだよなーってテンション上がったし、カメラワークいいんですけど、一瞬の表情管理がみんなすごいのよ。個人個人の技量の凄さももちろんなんだけど、サビのシンクロがすごい。ユウのアクロバット入れてくれるのありがとう。さらにレベルアップしてるよ。もうそれ専業の人かと思っちゃうけど、アイドルなんだよね。しかもこんなに顔いいなんて意味わかんないよ。ファンの反応は、ダンスがもう新人グループと思えないレベルですごすぎ。こんなかっこいいダンスの中に満面の笑み入れてくるあたり、ともやすぎて大好き。ユウキくんの得意の驚き顔が可愛いからこんなかっこいいに変わるなんて、表情管理の神すぎて泣ける。センターともやの画面と力のユウのアクロバットの破壊力すごすぎる。ちょ待ってよ、そんな腹筋と筋力ついたの、そんな富安ユウみたいなことできるようになったの、こんなん見て誰があのケンちゃんだと思います。あのかわいいかわいいピエーって泣いちゃうケンはどこですか。デビュー曲がどんなジャンルの曲だったとしても、ネクスジなら最高のパフォーマンスしてくれる気しかしない。いやー、最高のダンス動画ありがとうございました。ついでにショートの方にはいろいろあげてくれていますので、そちらにも触れていきたいと思います。なんといっても見逃せなかったのが、ユウヒ、ハル、ユウキのストレイキッズのラララララ、スキズのカバー、終わりがてー、こんなん見たすぎた。ユウヒとユウキっていうフェミニンな2人と、ハルっていう組み合わせ、味わい深いですね。
くんがあまりにも上手すぎて声出た。ダンスはもちろん表情管理も天才すぎんか。はるくん無双状態。ゆうきくん今日も美しい。かわいいコンセプトだと最上級の天使なのに、かっこいいコンセプトだと神々しい。かわいいはもちろんかっこいいもいけちゃうゆうきが最高すぎる。春の後ろにいるゆうき&ゆうきのマンネの2人がかわいすぎる。わがままを言うとフルカバー見たすぎる。さらにわがままを言うと7人全員でやってほしすぎる。最後のやつ好き。ともやとけんは JY パークのチェンジドマン。曲のチョイスもボスの曲行くところ好きよ。ともやとけんの手には好きな人多いはず。主も大好きです。このおちゃらけててシンクロしてて通じ合ってる2人の雰囲気すごく好き。伝われ。やっぱりこのペアは外せん。このペア見られるのはマジで感動。絶対的信頼あふれ出てて本当に感動。ソケンはやっぱトモくんと踊ってる時が一番楽しそうに見える。トモヤはファンを飽きさせない魅力がすごい。モヤケン最高。この2人ならいい感じに遊んでくれるの JYP わかってそう。ユーモアと感動を与えてくれるモヤケン最強すぎる。同じく JY パークのチェンジドマンでユーとセイタペア。空間が美しい。顔が強い。ルックス強強コンビ。美と美の共演。高校生なのに大人の色気あふれる2人。ネクスジノに大王子様すぎる。モヤケンは見ててかっこいいって感じなんだけど、こっちは色気だだ漏れすぎて何か見てはいけない気持ちになってしまうのはなぜ。デビュー前の色気じゃないぞ。セイタくんの顔が小さすぎてビビる。美人すぎると見やすゆ。ネクスジのメンバー切り取ってみると違う魅力が見れるの面白すぎか。いろんな組み合わせ試してほしくなる。ミラクルの MV リアクションも載せておきます。曲も映像もスタイリングもひっくるめて控えめに言って最高なんだが。トモヤのシースルー前髪良い。パート割りトモヤがリーダー感あってめっちゃ良いよ。7人が逆三角形になってトモヤがアドリブしてるところでかっこいいって声出ました。セイタやっぱり美女やばいわって改めて思いました。ネクスジみんな美女タンなんですが、セイタは独自のカラーを持ってる感じ。そして演技力があって俳優みたいというかかっこいい。セイタと二重のりまで TikTok コラボやってほしいな。おんまゆはるたん。韓国合宿編では伸びていた前髪が今回は短くなってて、ちょっと日本合宿の時の雰囲気が戻ってきた感じがしますね。個人的な好みは長い方が好みだけど、こういう個性的な感じも出せるメンバーいるの最高。というか春が好き。ユウ様優勝すぎ。どんだけイケメンなんこの人。世界中のメンクイに富安ユウを見せたい。ユウキ推し学でも第9話のレポでスリーラチャが絶賛した参加者としてユウキにスポットを当てているのですが、ユウキくん人気がすごい。この男らしい顔立ちと雰囲気の中、フェミニンな雰囲気と透明感のある歌声を武器に持つユウキくん。ユウキはジャニーズファンに受けそうな気がします。サビが虹の奇跡。ケンナのすごいわ。そして今回一番美女で驚いたのがケンでした。なんなんこのイケメン。ケンめちゃくちゃ韓国人気獲得しそう。夕日のラックめっちゃいいんだけど。虹プロ2の最終回でイジとミラクというラックメンバーが2人とも脱落し、夕日がラップをするのかなと思っていましたが、想像以上に良かった。夕日くんオールラウンダーすぎて頼りになるマンネすぎるな。セイタのラックも良い。最後のトモヤからのケン、エモいな。ケミは今のところトモヤとケン、春というあたりですかね。2組の公開イチャイチャもたのレポで取り上げてきましたので、ぜひご覧ください。今後いろんなケミが見れるの本当に楽しみ。あの虹キューブの演出もダサくなってないし、今回終始シンプルででもおしゃれで、引き算の美学でメンバーの良さが際立っててめちゃくちゃいいんですけど、ファンの反応は富安ゆうくん本当にありえん美人なので、早くこの世のすべてのメンクイに見つかって、いい意味で変に目立ちすぎる人がいなくて全員が輝いてるね。トモヤとハルがいるならクオリティ高いグループになるだろうと思ってたけど、本当に全員が素晴らしい。ラップ部分どうするんだろうと思ってたけど、なるほど MV 見てこの7人なの納得。
大衆受けするような曲からのスタートにしなくて正解。これからも独自の世界観を表現していく路線で行ってほしい。練習生じゃない子もいることが信じられないくらい全体の完成度が高すぎる。いやあ、どんなコンセプトでデビューするのかワクワクです。頼むから最高なやつ頼みます。ネクスジを今後も注目していきたいと思いますので、ネクスジペンは高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。